田中角栄元総理の自宅が全焼。出火時刻は15時頃。当時4人が在宅し、お昼頃に線香2本を焚いて、ろうそくの火は消したが、線香の火は消した記憶がないと田中真紀子さんがゲロっています。保険会社はまずいつから火災保険を契約しているのか確認します。火災保険を飛び込みで契約し、新規契約後間もなくして火を放って一世一代の大勝負仕掛けてくる人たまにいます。報道を見ると線香の消し忘れで処理されていますが、保険会社的には線香の消し忘れでここまで全焼するかめちゃくちゃ疑います。基本的に火災は助燃剤がないとここまで延焼しません。そこで鑑定人や調査会社を手配し、徹底的に調べると複数箇所からガソリンが検出されたなんてこともあります。ちなみに警察や消防はほとんど出火原因不明で終わらせるので、ろくに情報を持っていません。よって今回は間違いなく保険会社の調査が入ると思われ、物件の取得経緯、金銭トラブルの有無、保険金請求歴、火災隠し後の行動等の情報から総合的に支払い可否が判断されるものと思われます。一旦調査が入ると支払いまで半年から1年を要し、火災保険へ加入しているのに火災事故で払ってもらえないなんてこともあります。以上が時報課の視点になるんですが、昨年12月に田中真紀子さんが岸田政権を厳しく批判していたことや、ガラスが割れる音で火災に気づいたという意味深な発言をされているので、他方課の可能性も捨てきれませんね。